最後じゃあ収縮をします。はい、もうとにかく肘を肩より上げる。皆さんもあれですよね、マシンがあると一応フリーウェイトに比べる圧倒的に収縮で負荷はかかってくるので、こういうプリチャーのマシンでもいい、中でもできるだけ肘を最終的にこういう感じですね、上げれるといいんで、まあこういうプリチャーのマシンでもこうやるだけじゃなくて、ちょっとこうお尻落として潜り込んで、だからシート下げちゃいますね、シート下げて、シート高いとこういうマシン、シート下げるとちょっとこうなるんですよ、肘がこういうふうに最後クッと浮かせれるんで、そうやるだけでだいぶ収縮が強くなる。マシンだけですよね、あのフリーウェイトやってもフリーウェイトダメですね。フリーウェイトはもうここ持ってきた時点で負荷ないですね。胴筋やっぱり収縮っていうのはそうですね、難しいですよね、あのマシンがないと、うん、収縮だけしようと思えばできますけど、ポジション的に収縮が一番するのとこの高さなんで、肘が高い、その位置に持ってきて収縮させるっていうのはもうマシンしかできない。
今3段階で追い込んでるの分かります？最初まず最初は普通にギューでしょ、はい、できなくなったら1回1回置いて、はい、ギュー、はい、置いてギュー、はい、最後は上だけ潜り込んで、もっと潜り込んでこういう感じです、はい、まあ、こうやって1種目の中でこう背中とかもそうしますけど、なんか追い込むパターンをいろいろ自分の中で持つと限界まで力を出せるんで、thank you.